アーティストの井上純です。日本を拠点に活動してます。もともとグラフィティを描いてたんだけど、自分らしさっていうものをこう探し始めた時に、書、日本にある書とか墨とかそういうところをこう取り入れてみたらどうだろうっていうことを思って、で、英語だったレターも日本語を書いてみたりとか、どん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 日本の要素を入れてったんですよね。って言っても書道家でもない、書家でもないですし、それに縛られてるわけでもないので、日本らしさをどん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 こう表現していって、でまたグラフィティの方に戻ったりとか、書の持っている、世界で僕がすごい惹かれるのは、一回生とかですかね。半紙にもう失敗が許されないというか、二度書きが NG っていうこうルールみたいのがあって、一発で決めるっていう、その潔いところがかっこいいなっていう、そういうところに魅力を感じますね。僕の表現手段何個かあるんですけど、その一つにライブペイントっていうのがあって、ライブペイントの方は、そうですね、その時の状況とかがすごい影響した絵になるんですね。その聴いてる音楽とか僕の体調とか、そこにいるお客さんの雰囲気とか、そういうの全部こう自分の中に吸い込んでというか取り入れて、それがこう形になる。こう机の上ですごい細かい作業の積み重ねでできた仕事とかも好きで、そういった職人的な、職人技的な、力技的な、作品とかも作ったりしてます。今回島野さんが100周年を迎えるということで、やっぱ100年ってすごいスパンだと思うんですよね。すごい長さで、それまで島野さんがこう作ってきた歴史の数とか製品の数とか、その数が島野っていうブランドを作り上げてきたと思うんですけど、そこと、僕のこう描くラインとか模様がこう重なり合う模様とか線で一つの調和を生んで、一つのものを作り上げている。でそういったところがこうリンクするかなと思って、今回はこういう表現、こういう作風で制作させてもらいました。この絵は、いろんな形のラインとか模様を描くことによって、いろんな生き物とか、その多種多様な生き物が存在して宇宙とか地球が成り立ってるっていうことも表現してるんですけど、この自転車を乗ることによって、その人自体が地球の一部とか宇宙の一部として生きているんだっていうことを自覚しながら乗ってもらえたりしたら最高ですね。